いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。神様のお話をする前に、お知らせからさせてね。7月12日水曜日夜21時からライブ配信をやるんで、ぜひ皆さん遊びに来てね。皆さんとまたフリートークを楽しみながら、質問にも答えたいって思ってるんで、普段僕にこういうこと聞いてみたかったって思ってる方、今辛い苦しいって思ってる方、ライブ配信当日ぜひ気軽にね質問してね。もちろん答えれない質問はスルーするけれども、なるべく多くの方の質問に答えたいと思ってるんで、ぜひ皆さんライブ配信一緒に楽しい時間を過ごそうね。じゃあ今から神様のお話をしていくね。今回ね、僕奈良県に行ってきたんやんか。んで、奈良県では三社神社に回ってきたので、今回皆さんにお話しするのは一社ね。残りの二社はまた別の機会に YouTube でお話しするんで、またねそれも楽しみにしておいてね。で、今回皆さんにお話しする神社は、奈良県の龍鎮神社。ね。僕、奈良県は朝出発したんやけれども、なんと、我が家の神様たちが一緒に奈良県ついてきたんやんか。僕が、神社行くって言っても普段はね、ついてこないの。ね。でもなぜか、奈良県行くときはついてきたんやんか。朝、もう家出るときに神様、お家のことちょっと頼むね、言うてね。奈良行ってくるから、言うたら、うところ、まあ、たくさん神様いてるんやけども、そのうちの、5柱、ね、5人の神様が、奈良ついていく、言うて、急に言い出したんやんか。ほんで、なんかキャップ、ね、まあ、夏やから暑いでしょ。キャップかぶって、リュック背負って、で、リュックの中に、神様へのお土産ね。その奈良の神様の、神様へのお土産、それと自分たちが食べる弁当と、おやつと、おしぼりと、お茶。ね。これをリュックに入れて、用意しとったんやか、ちょっと用意するから待って、言うて。ね。で、用意するから待ってっていう割には、別行動やったんやか。まあ、神様たちは、自分たちの車で奈良を目指したんやか。ね、で、まあね、奈良に着いてから落ち合ったんやけれども、ね。んで、龍鎮神社ね、目指すことになったんやけども、このね、龍鎮神社は山の中にある神社やから、山道を登っていくんやんか、ね。でも、こう川が流れてて、ずっと川沿いを登っていくんやんか。だから真夏やったけれども、川の水の冷気、すっごいね、気持ちよかったの。すっごい涼しかったんやんか。ほんで、神社、到着するでしょ。ほんなら神社の中も、川が流れてるんやんか。ほんで、川の向こう側に、鳥居とお社がある。ね、だから、川の中を歩いていかないといけないか、濡れないようにね、歩いていかないといけないのか、すっごい素敵な神社やったやんか。ほんで、我が家の神様たちも神社到着するでしょ。ほんなら、まあ、早々に、その神様にお土産を渡しとったんやか。この、龍鎮神社は水の女神様がいてたんやけれども、神様にお土産を渡して、ほんで、願い事もしとったんやか。こうやって神様も願い事するんやか。ね。で、願い事が終わって、で、その後、弁当とおやつ食べて、ほんで、もう食べ終わったら、もうね、新神戸、また車で帰ってもうたんやんか。ね。だから僕、この日、三社回ってるんやけれども、神様たちがついてきたのは、この龍鎮神社、一社だけ。ね。なんかね、ちょっとバタバタとした、急についていくって、ね。言い出して、で、ついてきたって思ったら一社しかついてこんかって、ね、ちょっとバタバタとした一日になったんやけども、ね、でもね、素敵な夏の思い出ができたなって、僕はね、すごく嬉しかったんやか。ぜひ皆さんね、この、龍鎮神社、めちゃめちゃ素敵な神社なんで、奈良県地元の方、ね、奈良遊びに行かれた方、この龍鎮神社、ぜひ遊びに行って、車がないとちょっと不便かもしれないけれども、ぜひ、この龍鎮神社遊びに行ってあげてね。んで、ここのね、女神様から、YouTube 見てくれてる皆さんに、素敵なね、メッセージも預かってるんやんか。だからね、このお話をね、今回皆さんに楽しんでもらおうって思ってるの。ね。ほんで、今回ね、聞かせてくれたお話は、何をやっても楽しくない。ね。何をすればいいかわからないって、こうやって悩んでる方いてるでしょ？ね。こういう方たちに対してのアドバイス、メッセージなんやんか。すっごいね、素敵な言葉もらってるんやけれども、神様は、こうやって言うの、ね、形から入ってください。まず形から入ってくださいって、ね、
っていうか、これどういうことかっていうと、例えば、皆さんね、テレビゲームやると思うやんか？ね？皆さんテレビゲーム買ってくるでしょ？皆さんまず、買ってきたら、まずゲームプレイ始めるでしょ？ね？多くの方ってもう先にプレイを始めるでしょ？ほんで、プレイを始めました。あ、このゲームめっちゃ面白い。めっちゃ面白いって思ったら、皆さんね、こういう行動を起こす。説明書を開くんやんか？ね？面白かったから説明書を開くんやね。ほんで、あ、なるほど。こういう動きがあるんや。こういう隠しアイテムがあるんやっていうことを勉強するんやね。面白かったから勉強したいと思えたんやね。ほんでまたプレイ再開するでしょ？ね。勉強したから楽しさが倍増していくんやね。こういうこと。まず、形から入ってください。多くの方って、こうやって形から入ってるんやんか？ね。サッカー。野球、テニス、これみんな一緒。みんな、形から入るでしょ。まずボール投げるでしょ。ボール、ね、バットで打つでしょ。ね、サッカーボール蹴るでしょ。まず形から入ってるでしょ。ね、面白かった。ね、サッカーってめっちゃ面白い。意外と、なんか強いシュート打てた。めっちゃ面白い。ね、だから、ルールブックを開いたんやんね。あ、こういうルールがあるんや。これが反則なんやって勉強するやんね。勉強したから、また次プレイをした時に楽しさが倍増していくんやね。多くの方ってこうやって形から入ってる。これね、野球。まず、ルールブックを開いて勉強する人いないでしょ？こうやって文字で読んでも、その野球の楽しさ全くわからないでしょ？まずボールを投げてみた、バットで打ってみた。だから面白いと思えたんやね。ルールブックからさっき見る人っていてないでしょ？ね、まずみんな形から入ってるでしょ？こういうこと。多くの方って、あれやりたいな、これ好きかもってね、これちゃんとね、出てきてるの。これは直感として出てきてるの。僕たちの体は、ちゃんとね、直感が働くように神様が作ってくれてるの。だから直感がない方っていてないんやんか？みんな直感が、出てくるんやんか？んで、あれやりたいな、これ好きかもって、みんな思ってる。でも、多くの方って、それ、もうすぐ始めたらいいのに、ね、こう形から入っていったらいいのに、多くの方ってまずね、勉強から始めるの。説明書開くんやんか？まあ要するに、ネットでいろんなことを、まず勉強するやんね。ネットで書いてること、いろんなこと書いてるよね。こういうふうに進めたらいいとか、こういうシステムになったらいいとか、なんかいろんな噂だって書いてるし、ね。多くの方って、まずね、説明書から勉強するんやんか？ね。説明書を読んでも、その自分がやりたいって思ってることの楽しさなんてまるでわからないでしょ？ね。だから、あ、ちょっと違うかもって説明書を読んだだけでそうやって判断してしまうの。ね。あ、ちょっと違うかもなって。これちょっと今時期的にちょっと違うんかなとかタイミングじゃないかなってね。こうやってね、なんか勘違いが働くんやんか。だから、これ、ちょっと違うと思うからもうやらないの。ね。だからこういう方って、何をやったらいいかわからないとか、好きなことがわからないって言ってるんやんか？ね。だから、女神様はちょっと、みんながやってることで順番が逆ですよって。まず形から入ってください。ね。それで楽しいって思えたんやったら、説明書を開いてください。ね。ほんならその説明書ってめっちゃ楽しい。ね。もう、その野球の楽しさを知ってるから、開いたこのルールブックもめっちゃ楽しいんやんか？こういうプレイがあるんや、こういうルールがあるんや、これが反則なんやってね。めっちゃ楽しい。プレイを再開したら、だからこそ楽しさが倍増していくってね。もうひとまずね、これやりたいな、これ好きかもって思ったら、もうまずやってしまうっていうこと。ね。ほんで、その面白さを先に知るっていうこと。で、知って、その後に説明書を開くね。ネットでいろんなこと勉強してみたらいい。ほんなら、その、ネットで書いてることってめちゃめちゃ楽しい。ね。ほんで、その説明書。ね。それ物事始めた時に大いに役に立つから。ね。面白さ、楽しさがどんどん倍増していくからね。このね、順番がちょっと違いますって、女神様が言ってたんで、この話を聞いて、あ、ちょっとなんか心当たりがあるかなって思った方、ね。ちゃんとちょっと順番を正して、まず形から入るっていうこと。ね。ほんとね、例えばほんと野球、ね、とりあえずボール投げてみるでしょ？ね、バットで打ってみるでしょ？これ、野球面白くないなって思ったら、もうルールブック開かないでしょ？こういうこと。ね。こういうことなの。んで、
あ、自分はちょっとサッカーの方がいいかもしれないって、ね、サッカーボール蹴ってみるんやんか、ね、こうやってシフトチェンジができるの、ね、ルールブックからさっき勉強したら、ね、その面白さがわからないから、わからないまま、とりあえず、やってみないとわからないよねって言って、とりあえずね、なんかね、ちんぷんかんぷんでも野球始めてしまうんやんか、なんかいろんなことが遠回りになってしまうでしょ、ね、だから、こういうことなの、ね。シフトチェンジも上手になっていくから、だから、まずね、形から入っていきましょうっていうことね。ほんとこのお話が、すごくね、なんか、ハートに突き刺さったって思った方、ぜひね、今回のお話、参考にしてね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。